中鉄とは、通俗的には、鉄を使った芋の製品全般、またそこに用いられている鉄のこと。学術、産業上は、炭素 C を2.14から6.67%、ケイ素 SI を約1から3%の範囲で含む、鉄 FE の三元合金の意味、以下、後者について解説する。FEC 状態図の強焦点付近でいう点が、低いため、 溶融させた金属を型に流し込み製造するプロセスの鋳造に用いられる。先鉄に比べて、ケイ SI を多く含有しているものが用いられることが多い。鋳鉄は多くの炭素を含むため、組織の中にグラファイトが消失する。消失する黒鉛の形状は、冷却速度や合金成分によって変わり、それによって強度が変化する。ネズミ鋳鉄では、黒鉛が 変状に積出するため伸びがなく硬くて脆い。一方で黒鉛が球状に積出させるように工夫して人生を向上させたものがダクタイル中鉄などである。また、凝固材料は一般的に凝固収縮に伴う様々な欠陥を生じる。中鉄の場合、凝固収縮を黒鉛の消失が相殺して軽く膨張するといった性質や アルミニウムと違い比重が重いことによる、生水圧による健全効果から理想的鋳造材料ともいえ、巨大構造体への使用は未だ衰えることはない。なお2.14%未満の炭素しか含まない、鋳造用の鉄鋼材料は、鋼の一種として中鋼に分類され、中鉄とは区別される。中鉄は炭素の状態によって、ネズミ中鉄、白中鉄、 マダラ中鉄の三つに対別できる。以下に中鉄の主な種類を示す。マウラーの組織図中鉄は炭素量が多いと黒鉛が消失する。黒鉛は黒色をしており、炭素量の多い中鉄はその断面の色からネズミ中鉄と呼ばれる。図はマウラーの組織図と呼ばれるものをモデル的に描いたもので中鉄の成分範囲と組織とを区分したものである。 各領域と組織は過表のようになる。なお、中鉄の組織は冷却速度によっても変わる。ありがとうございます。